ございまして、皆様にご紹介いたします。ニュースはテニス。現在ローマでプレーされているマスターシリーズ。昨日は、ホン・モナコ選手がその初戦で敗退してしまいました。今日はアルゼンチンの3選手がプレーすることになっています。まずは、世界ランキング第7位でアルゼンチン選手としては、世界ランキング最も上位を行くのが、ホン・マルティン・ゴルポプロ。今日は、ロシアのアンドレイ・コスメソフトの対戦が組まれています。続いて、世界ランキング第63位のアルゼンチンのカルロス・デルロッコ。スイスのスタニスラス・ワウリンカとの対戦。そして、世界ランキング第47位、オラシオ・セバーノス。スペインのフェルナンド・ベラスコとの対戦が組まれています。このように今日はアルゼンチンの3選手のプレーが見られることになっています。ローマのマスターシリーズ、ニュースをお伝えしました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカーとハンドでした。Twitter につながるアルゼンチン国営放送局のニュース、スペルは次の通りです。アットマーク CONEXIONRAE。 シエンブレアルヒンティナ、いつでもアルゼンチン、日本語コネクション。では続いて皆様に聞いていただきます。アルゼンチン音楽タンゴ、ガルシア・ゴメスの曲で、エスタ・ノチェ・デ・ルーナ、エスタ・ノチェ・デ・ルーナ、月のこの夜という一曲です。カルロス・ロルダンの歌声、そして、アナード・サンタ・オーケストラの演奏で、どうぞお楽しみください。ラテンアメリカニュースパノラマ、最初はボリビアのニュースです。エボ・モラレス大統領はサンタクロス市で液体分離プラントをオープニングしました。国内でのプロパンガスやガソリンの製造が可能になります。キューバ・グアテマラ。グアテマラのルイス・フェルナンド・カレーラ外相は、キューバ訪問は大変有意義なものであったと発表しました。パラグアイ、オラシオ・カルテス大統領は、ブラジルが引率する経済列車の最優秀車両にパラグアイは乗らなければいけないと述べました。コロンビア、ホアン・マヌエル・サンドス大統領は、反政府ゲリラ組織カルトの和平交渉を成功させるため、フランチェスコ・ローマ訪問に精神的なサポート支援を求めると発表しました。ペルー、2021年には海外よりの観光客数を510万人まで引き上げ、観光の経済効果を国内総生産の 4.24% にまで持っていくプロジェクトを、ペルーのホセ・ルイス・シルバ観光大臣は発表しました。ではラテンアメリカニュースパノラマ終了いたしまして、皆様に聞いていただきます。本日のラテンアメリカアーティストはポエルトリコの歌手リッキー・マーティンで、曲名はボンボン・デア・スーカル、ボンボン・デア・スーカル。どうぞお楽しみください。
しょうか。聞いていただきましたのは、プエルトリコ出身のアーティスト、ロッキー・マーティン、ミッキー・マーティンで、曲名は、ボンボン・レア・シューター。ボンボン・レア・シューター。これはまあ、シュワー・ボンボン。シュワー、砂糖のボンボン。これも出してみましょうか。では、引き続き、トピックニュースをお伝えします。笑いを通じて、いつでもあるぜ。では、トピックニュースとして本日お伝えしましたのは、2週間にわたってブエノスアイレス市内のザ・ドラル会場で行われた国際ビッグフェア、ブエノスアイレス国際ビッグフェアについてです。2週間に人間差は120万人を突破した。第39回ブエノスアイレス国際ビッグフェアは大盛況で確実に掲載しました。ザ・ドラル会場にかける4万5000平方メーターの面積の場所でブッグフェアは行われ、国内外より460もの展示者がそれぞれの書籍を購入。また2週間の間でトータル2万9000冊の書籍が寄贈のために集まりました。これらの2万9000冊の書籍は4月の頭、大冠水の被害を受けたブエノスアイレス州のラプラタ市の図書館、幼稚園、保育園、小中高等学校に寄贈されることになっています。ではこれで今日のトピックニュースを終了いたします。ご紹介しましたのは、2週間にわたってブエノスアイレス市内で行われたブエノスアイレス国際ボックスフェアのニュースでした。では続いて皆様に聞いていただきますのは、有名トルクレオレラモン・アジャーラの曲です。曲名はポサデイナ・リンダ、ポサデイナ・リンダ。これはポサーダスの可愛いおまこ。ポサーダスというのはベルギー人の東部による西オリス州の町の名前です。ホセ・ルイス・プレスコ、ホセ・ルイス・プレスコの歌声です。どうぞお楽しみください。聞いていただきました、人形トルクローレはラモン・アジャーラの曲で、ポサレイナ・リンダ、ポサレイナ・リンダ。ポサーダスの可愛いあの子。ポサーダスというのはアルゼンチンの北東部にある西オリス州の町の名前です。ホセ・ルイス・プレスコ、ホセ・ルイス・プレスコの歌声でお届けいただきました。4つの周波数を持って、短波でまたインターネットで国内で起きていることを世界に伝えるアルゼンチン人がいます。アルゼンチン海外連携放送局は7つの言語を使って放送します。南国よりも大寒波が襲うとアルゼンチン気象庁は発表しています。アルゼンチン南部のパタゴニアから北部、アルゼンチン全土北部がパタゴニアからの北部ですね、が気象庁は明日南国からの大寒波に覆われると発表しています。ですので今日の夜、そして明日と急激に気温が低下すると見られ、
また体感気温を同じく放置と検査。これまで経済不可と調整しかった秋の気温実践して寒い寒いという本物のような日々の記録と向かわされています。ですので体に気をつけて、その気温の変化に体がついていくのか非常に心配なことなんですけれども、厚着をせずに濡れやすい様子で外に出るとき、または家の中に入るときなど、こういう防寒具も防寒具の剥奪を心がけ、寒さに負けないよう、この注意点も出ています。これに慣れはまだ秋ですけれども、秋、そして明後日と南極よりの大寒波がアルゼンチンの南部、パタゴニアから北部、アルゼンチン全土を覆うと予想されています。気をつけなければいけません。ではこれで本日の南部アルゼンチン海外向け放送局日本語版を終了いたします。今日も皆さんお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。また明日同じ時間にお会いしましょう。それまでごきげんよう。さようなら。 R.O.E. 第アルゼンチン海岸向け放送局日本語番組。この放送は南米アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのスタジオよりお送りしています。本日2023年5月24日火曜日のいつでもアルゼンチン現在アルゼンチンや日本のコネクション。オペレーターはマイル・ポール、キャスターは上田聖子でお送りいたしました。
Radio.